私は、岡様だ。岡様ね、前回やられちゃったんでね、今回はね、武器を変えていこうと思います。で、鎖鎌もちょっと首にしてね。はい、どうしようかな。レベル高いのはやっぱ、これか？やっぱ初心に帰って二刀流で。あとマサカリをね、うまいこと使え、種ヶ島来た。種ヶ島。お、なんかいろいろ、あ、体力、これはいいね。体力プラス14。単純ライフが上がる。で、邪魔なものは全部、捨てちゃいます。はい。まあ、首にしたけど一応ね、一応持ってきます。はい。で、刀も、これレベル2だからいらね。あ、なんか、先薬くれた。ありがとう。で、よいしょ。はい、いらない。戦略ありがとう。はい。なんかいいものを入れてると、戦略がたまにもらえるっていうことかな？で、奉納したんで、そして自分のね、アムリタが、さっきというか前回ね、やられた場所にね、あると思うんで、それを取らなきゃ、とりあえずは始まらないと。はい。はい、こっそり行こうか。こっそり行って三角攻撃を当てる。はいはいはい。やっぱ下段だとどうしても、ダメージに。ほらほらほら。あ、火薬玉使ってないね。火薬玉今度使ってみようか。どんな感じなんだろう。あ、見られた。ちょっと火薬玉投げてみようかな。ほれ。なんとも言えねえ。まあでもあのボスにはいいかもね。あ、戦略6個もある。これ、さすがにいけるんじゃね？ちょっと中段構えやってみようか。はい。来なさい。中段の、お、お！てめえ、この野郎。やるなじゃねえわ。ほらほらほら。お、ちょっと、ちょ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 、待ってー。避けれねえな。ちょっと下段に慣れてると深追いしちゃうね。あ、そっか、さっきやられたから一個、その前々回死んだポイントが消え去るんですよね、このゲーム。うわぁ、やられた。でも守護霊が戻ってきてくれたんで、これで多少やりやすくなるか。ちょっと冗談だ。言うか、これ使ってみるか。どっこいしょ。強いね。おー、圧倒的な力。けど、これは危ないよね。下段構えが、そう。痛い。ちょっと石投げるのやめて。あ、ダメージはやっぱ、でかいのはでかいね。ん？なんだこれ。なんか鉄、なにこれ。何手に入れたんだ今。
ここら辺素材があるのか。よし、じゃあ、斧で、さらに、上段構え。逃げます、とりあえず。上段で、コツコツ、切っていくというね。はい。コツコツやる。四角も三角も一緒じゃねえか、攻撃が。おいしょ。大体わかったぞ。まあ、とりあえず斧で行ってみようか。ただね、ボス以外は下段の方がいいかもしれないですね、これは。ほら。お、こいつ、かわしたというのか。バカめ。次だ、次だ、お。あの野郎どもはもう一回、戦わないといけねえのか？来るのか。ここ登ってくんのか？バカだね、こいつは。そして、私はどこから登るのか。ショートカットを、そういや、こう、作ったんだな。ということは、ここで、降りて、すぐ登れば。よーし。さあ、戻ってきたぞ。奴の場所まで。あ、銃落ちてる。銃じゃねえかった。矢があるから矢で戦いたいけどね、場所悪いよね、こう。もう、これ最初の、嘘でしょ。よし。これはもう、よいしょ、よいしょ。よいしょ。うわ。うわ。あ、マジか。チャンス。くはこれ、なんかザコ呼んだね。ザコはとりあえずほっときたい。わ、ザコの声聞こえたい。やーじゃねえわ。元気な声出しやがって。うおこの野郎。倒したけど、こいつ。こいつ邪魔。あ、やばいやばい。よいしょ。ああ。よし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 。倒したのはいいけど、ボスはね、斧はいいかもしれない。ダメージが強い。で、ザコは、やっぱり二刀流とかでちまちま行った方が強そう。あ、こっちの方がいいね。お、あー、これでも軽いね。圧倒的に軽いからちょっとこっちにしよう。あ、強い、重い。よし、いいぞ。で、とりあえず下段構えにしといて、ボス、まあ、ああいう中ボス中雑魚かが出たら、上段の斧で行くと。こんな感じかな。さあ。いろいろいけるけど、あ、ここで、これあれ、お階段か、多分。これあれだね。これ取れってことだね。お、いるいる。一匹だけか。死ね。
バオノで行っちゃってる。待て待て、うひゃうひゃ。よし、いいぞ。もう俺のスピードには勝てまい。なんかくれ。毒消し、毒消しがあるってことは毒、あいつ毒なのか、毒属性でも使ってんのか、それかこの先に毒を使うやつでも来るのか。ほら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 、はい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 、なんかあるね。よこせ。でもなんか死体から全部剥ぎ取ってるっていうのがちょっと怖えな。やだな、なんか。これもうおしまい？おー、いたのね。あー、2匹いるじゃん。待って。はい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 。はい。こいつが毒っぽいな、なんか。あ、バカだ、あいつ。待って、こっちで死んでくれ。バカ野郎。恐れていたことが。あ、あ、燃えた燃えた。炎嫌い。何のゲームしてても炎は嫌だね。嫌な思い出しかないね。さて、二刀流が、なんか強いの取れたぞ。イエーイ。あとは、お、強え、重い。どんどん重くなっていく。お守り。お、なんかすげえぞ。ほうほうほう。さあ。こっちから来たから、どっちだ？ここは抜けれねえな。ここもきついよね。だから、さっき飛び降りた場所が先の場所だ。こっち行くんだ。あ、なんかある。ああいうの見つけて真っ先に飛び込むと絶対ね、罠に引っかかるからね。ちっこいの？悪いな。俺はもう動けねえんだ。ちっこいのいるのか。お、もしかして。あ、違った。ちっこいのどこだ？カエルさんがいるんだろうな。あ、めっちゃおる、めっちゃおる。なんだ？なんか音が。音が聞こえるぞ。えい。なぜお前だ。はいはいはい、はい、はい、遅い。はい、遅いよ。後出しでも勝てる。はい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 。獲物が悪かったようだな。お、こいつ硬そう。うわ、4回か。回復させて。お、なんかかわしてるし、こいつ。生意気な。うわ、なんだと。よし。死ね死ね死ねい。五輪銃。すんときつくもの、俺。なんじゃそら。ここは、降りてないのか。これ上登れるよね、絶対。あいつなんか見てんな。え？うわー、なんか見られてんじゃん。いるじゃん。なめんなよ。死んだか死んだか
こういうのもうさっさと殺しといた方がいいのか。まだ生きてる。で、あいつもか。うわ、もう一匹いたとは、このハゲ。なんだ？うる。ちょっと無駄弾使いすぎか、これは。あ、でも弓楽しいね。弓はいいよ。わあ、青。お前のテンプルに。いいねえ。ちょっと目的が変わってきちゃってる。ちょっと俺はあっちに登りたいんだよ。あ、なんか。あ、でもこっちから登れるっちゃ登れるけど、どうなんだろう。さっき倒したやつがいる。力のない俺だって、ここからなら。蹴り落とす。これどうやって、そこ登るんだ？あ、こっちから降りれるんか。イエイ！たどり着いたぜ。ろうそく。何それ。まあ、なんかしらいるんだろうね。いうか、ちっこいの、この辺にいると思ってたけど、いねえなぁ。おかしいぞ。あ、いたー。よっしゃー。はい。おかえり。そして、調べる。で、なんか、すげえとこまで来たな。はい。早く知らせないと、あの船から逃げなきゃって。なんかいるよ。ついに重く。はい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 。はいはい。はいはいはい、はい、圧倒的。うわ。飛距離。あ、バカだこいつ。ほら。ほらほら、うりゃー、すぐ立ったな、こいつ。なんだ、あんなすぐ立つのありか。こっちなんかあるー。なんだこれ。え、なんか、ちょっと怪しい感じ。お、担当。なにこれ、裏、腹切りの担当。ちょっと待って。切腹！切腹アイテムゲッツ。お、十文字槍？十文字槍？え、でも切腹アイテム、どういうこと？ちょっと気になる切腹アイテム。これさっきのやつか。守護霊を呼び戻せる。あ、アムリタを回収できる。あ、これすげえな。もう、無理だっていう時はこれ使って回収すればいいのか。一回死んでも大丈夫ってことだね。守護霊を呼び出すことができる。あ、つくもの力が一瞬出せるってことね。腹切りの担当。いやいや、落命する。ひでえな、これ。いやいや、これはさすがにね。腹切りの担当はちょっと、やっぱ趣旨が変わってきちゃうんでね。それ、ウィリアムさん、あの、外人だから、腹とか切らねえから。ここだ。何、思ったより、足が遅い。やっと当たった。あいつもか。うん、いいね。十
順調だ。そしてなんかいろいろあるけど、何これ、開ける、はぁ、中から開けろってこと。なんもないんかい。え、あ、無理、え、何今の。普通なんかメッセージぐらいは出るのに、今のひでえな。あ、いるじゃん。うえ、やるじゃねえか。ちょっと狭すぎるで、ここは。バカめ、スタミナがないのは分かっているんだ。ほらほらほら、さよなら。はいはいはい、まだ死んでねえのか。うお、俺がやばい。あ、あ、待って待って、あと一発の敵にやられてどうする。うえー、投げちゃった。今下手したら自分も食らったな。あぶ。塩。で、あとは、この船は明らかに、ボスでしょう。ボスと見ていいでしょう、これは。うんうん。あ、ここでショートカットができるわけね。はい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 。そういうことね。で、で、これはこの中から開けれると。明らかにこれは、あいつが出るよね。行くしかねえか。雲武器。回ってもらう。おぉ、ちょっと本気すぎて黙ってしまったぜ。よしよし。お、鬼の角をゲットしたぞ。怖いもありそうだ。取って。あら、あ、兜だけか。上がるのは。兜が16強いけど、重いなぁ。でも、つけれるからつけとこうか。武器とかもいっぱい出てる。弱いんだよな、全部。さあ、開こう。うん。そうやって一旦、チェックポイントで休んで、あの船に乗り込んでしまうか。お、すげえ増えたな。おがむー。で、こんだけ増えたってことは、この加護が変えれるか。素材、戦略、アムリタ入手量。あ、でも回復がいいよね。素材ってなんだ、そんな鍛えたりできんのかな。この、いらねー。いらねえ。ありがとう。この戦略になってくるのが、かなりありがたいよ。塩、塩はいらねえ。戦略来い。ちょっと待って待って待って。結構強い装備があったんだな。うん。戦略来ねえな。うわ、来ない。こんなもんか。かなりアムリタ溜まったんで、振っちゃうぞと。忍びか、技か。技とりあえず振りてえな。この二刀流をどんどん強くしていきたい。侍の始まり。さあ、ああ、見た目はちょっとかっこ悪くなったけど、まあ、今回はじゃあこの辺で、次回船に乗り込んでみようと思います。それでは、
ありがとうございました。